愛媛で輝く企業経営者に迫るグローリー。世界の貿易、そして人々の生活を支える造船業界。その造船業界の今後について、新来島ドックの村上貴信社長に聞きました。新来島ドックは今治市大西町に本社を置き、自動車運搬船やケミカルタンカーなど多種多様な船を建造しています。業界としては非常に、作りたいという船さんは多いですね。外航船は多いですね、正確に言うと。で、内航船はその新燃料にのことがあるんで、なかなか皆さん本気がついてないっていう感じですね。コロナ云々というよりは、この業界特有のこう大きな流れの中にあって、そこを出して上がってきたけども、内航船はまだついてきてないという感じですね。私たちもアンモニアだとか、いろんな合成メタンだとか、いろんな新燃料を研究はしてるんですけども、どれが来るかというのはまだ分かりませんので、全部に勉強しとかないかなというふうに思ってます。もともと問題点というのがあって、 LNG 抱きの船のタンクはほぼ全て中国製です。サネアスの方で防熱工場を作って、そのきちんと内製できるようにするというのが、僕らがやったんですけども、それを一連の流れとしてやったことで、この LNG に関してはほぼ全ての燃料系の系統がうちでグループの中でできます。これは大きいですね。女性の活用ということも非常に考えてまして、設計でもバリバリやってます。現場でも本当にきちんと、もう暑い中でも頑張ってくれてる女性もいます。独身寮の方にも女性が入るスペース、安心して生活できて働けるような環境というのも今徐々にやってます。初めて女性がこの寮に来たので、今年なので、ちょっと不安なこともあったんですけど、みんな乗って安心しています。船の強度解析だったり、重量計算だったりをさせてもらってます。先輩方が優しくフォローしてくれるので、毎日学ぶことがたくさんあります。来島が新来島になった時の、ああいう思いをしないで、みんながニコニコしながら暮らしていって、できるような会社にするにはどうしたらいいか、それをこう常に考えながら続けていくにはどうすればいいかというのを考えてますね。Glory.